さんこんにちは、ジャックバスです。本日はですね、ANA フライヤーズカード、スーパーフライヤーズカードの、特典を紹介していきたいと思います。私のツイッターなどをチェックしている方は知っていると思いますが、9月の終わりから10月の頭にかけてですね、ANA スーパーフライヤーズカードのと、資格を、得るために ANB のひたすら乗るという SFC 修行というものを行っていました。今回はそのスーパーフライヤーズ会員がどういうものかというものを、紹介していくとともに、どうやったらスーパーフライヤーズ会員になれるかっていうものを、紹介していきたいと思います。私がなぜ、スーパーフライヤーズカード会員になりたかったかというと、まず、ANA ラウンジをいつでも使える。こちらは、ANA プラス、スターアライアンスの便に利用したときは、エコノミークラスでもこの ANA ラウンジが利用できます。あとはですね、プレミアムエコノミーの変更。国際線に乗ったときに、エコノミークラスの、アップグレード対象運賃で、搭乗したときに、空席があればですね、プレミアムエコノミーに無料でアップグレードしていただけます。で、次にですね、一番欲しかったのは、こちら、予約時の空席待ちの優先ですね。これはどういうことかというと、私はここまで、リクマイラ2年になりますけども、キラー会員で2年間いまして、東京、ニューヨークへの出場マイル数がたまった時点で、特典航空券というのを予約しようと思う場合ですね、空席待ちになっていることがとても多いんですね。空席待ちっていうのは、もともと ANA マイルを使った特典航空券の枠が少ないというのもありますし、そちらにもう開放されたと同時ぐらいに、予約を入れた方がもう席を確保している状態なんですね。空席待ちというのは、キャンセル待ちみたいなもので、その人がキャンセルした場合は戻って私のところに落ちてくるっていう仕組みなんですけども、これがですね、平会員の場合、1人目で空席待ちをした場合、何番目っていうのは ANA のデスクに電話すればわかるんですけども、その場合ですね、私が仮に平会員で1番で待ったとして、座席を降ってくるのを待っているという状況で、スーパーフライヤーズ会員の方が後から私のその便に空席待ちを入れたとすると、ごぼう抜きでトップになるんですね。要は平会員の空席待ちは後回しにされてしまうんですね。せっかく空席待ちを一番最初に入れてもですね、結局上級会員の方が優先されてしまうっていうのが、この空席待ちの現実なんですね。ですので、今回スーパーフライヤーズ会員になって、空席の待ち優先をですね、得たいという思いがありまして、今回 SFC 仕様に至ったわけですね。それともう一つですね、こちら結構たくさん書いてあるんですけども、優先チェックインカウンターの、こちらチェックインカウンターで、搭乗手続き、手荷物の扱いなどを受けたやつって書いてあるんですけども、基本的には、優先チェックインカウンター、チェックインカウンター自体を今 ANA アプリで利用している方、あんまり利用しないと思うんですけども、ニューヨークなんですね。絶対チェックインカウンターを利用しなきゃいけないみたいなところだと、こういう特典があると常にビジネスクラスの、チェックインカウンターを利用することができます。で、続けてですね、手荷物の受け取りの優先。プライオリティタグっていうのが、手荷物に付けられて、到着した便の手荷物が最初の方に出てくるというサービスですね。で、あとは手荷物の許容のご優待。無料で預けれる荷物の個数、重さ制限がさらに増えるというですね。さらに次に専用の保安検査場の
まあ、スムーズにですね、手続きができるように専用の検査所を利用できますということで、まあ、一般の方が使っている保安検査所とは別に利用できるということですね。あとは搭乗、優先搭乗の枠。まあ、ANA 利用していただいたことがある方はわかると思うんですけども、まあ、一番最初に、お子様連れ、プラス、お手伝いしよう必要なお客様が搭乗します。その次に、ダイヤモンド会員、ANA でいう一番最上位のステータスを持っている方が搭乗します。まあ、ファーストクラスも含みますね。その次にスーパープレイヤーズカードの会員の方が案内されます。まあ、スーパープレイヤーズカード会員になると、自動的にスターアライアンス、ゴールドメンバーになるので、まあ、上から3番目に搭乗を開始となります。まあ、他はね、まあ、見ていただければわかるかなっていう内容なので、ここは割愛させていただきます。で、次にですね、私がね、欲しいなと思ってたのは、こちらの IHGANA ホテルのグループジャパンのご予約。まあ、こちら、インターコンチネンタルホテルズ、プラス ANA ホテルですね。利用したときに朝食がついたり、というのが受けられるんですね。もちろん、その ANA ホテルの場合、SFC カード会員様の予約みたいな感じで、特別に設けられたりしています。まあこれもですね、次回以降ですね、旅行の際に使っていきたいなと思って、こちらの特典も欲しかったです。まあ、大企業ってこんなもんですかね。あとはスーパーフレーズ会員のオリジナルメンバー、まあ、プレミアムメンバー限定の ANA セレクション、まあ、ライフタイムとか、あとは、会員限定の手帳、もしくはカレンダーのプレゼントっていうものがスーパーフライヤーズ会員になると思われます。じゃあスーパーフライヤーズ会員になれるにはどうするかというと、ま、ANA の便に乗ると ANA マイルがたまります。それにプラスプレミアムポイントっていうのは ANA ではたまるんですね。そちらを、1月1日から12月31日までの間に5万ポイント貯めると、このスーパーフライヤーズカード会員の入会資格が得るということなんですね。で、スプレミアムポイントは3万ポイントでブロンズ会員、5万ポイントでプラチナ会員になるんですね。このブロンズ会員っていうのはもちろん特典はあるんですけども、このスーパーフライヤーズ会員には申し込みができない。で、5万ポイント貯めると、スーパーフライヤーズ会員の入会資格というものが得られるんですね。ですのでプレミアムポイントを1月1日から12月31日までに貯めて、で貯め切った状態のプラチナ会員になった状態でスーパーフライヤーズ会員を申し込むというものなんですね。まあ、今回私は、9月の終わりから10月の頭、9日間にかけて、このスーパーフライヤーズカードを取得の旅に行ってきたわけですね。まあ、これからですね、動画でもそちらの、修行を、SFC 修行と呼ばれている、このスーパーフライヤーズ会員の特典を入会する旅をですね、やってきたんですけども、これから YouTube でですね、こちらを紹介していきたいなと思っております。まあ、これからね、スーパーフレーズ会員になられる方、まあ、そちらが気になっている方なので、少しでも知識、まあ、もしくは、こういう利用の仕方があるよ、みたいなものをですね、紹介できたらな、と思っております。いかがだったでしょうか。まあ、こんな感じでね、スーパーフレーズカードの旅、取得の旅ということで、これから動画を上げていきますので、まあ、これから SFC 修行される方にね、少しでも力になれればなと思っております。まあ、実際にね、行かないとわからない部分もちょっとありますんでね、そちらもシェアできたらなと思っております。今回の動画がね、役に立ったっていう方は、チャンネル登録も合わせてよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。